はい、えー、宇宙戦艦ヤマト大好きの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。私も宇宙戦艦ヤマト大好き。特にね、今回、このヤマトマガジンっていうのを私、あの、宇宙戦艦ヤマトのプレミアム会員っていうのに入りましてね、送っていただいてるんですけども、まあ、ほとんどね、読むことなくてペラペラするだけなんですけど、まあまあ、それだけでもね、宇宙戦艦ヤマト魂があ湧き上がります。こちらには、あ沖田艦長と、それから肘肩艦長、それから山並艦長の3人がね、揃い踏みで演奏会をしているところ、セッションしているところが 映ってますねこういったねお遊び心ってのも続編ならではですね、うん、やっぱり沖田艦長っていうのはあの館長としては立派だったんですけどプライベートが全然見えてこなかったんですよ土方さんもそうですしね山浪艦長もそうですしでそれぞれが戦死してしまうわけなんですけどもこうやってね今でも この、私たちの心の中に生きているなっていうのをイラストにまとめていただいて、本当に感謝感謝でございます。まあ、あの、プレミアム会員費用ちょっと高いんですけども、でも十分楽しめる内容になってますよね。はい、こちらにね、こういう風になってます。あんまりね、これ出しちゃうと、すいません、あの、これせっかく書いてくださってる方に申し訳ないんで、本当にこのぐらいに留めさせてくださいね。えー、今度、2205っていうのが新たなる旅立ちっていうのが始まるんですかこれはなんか感動ですね。 2202の後の新たな旅立ちっていうのは、要するに、あの、北野とかね、坂本とか出てくるパターンですよね。まあ、わかんない方はすいません、えー。非常に楽しみですね。新たなる旅出しの後にマというわに行ってシリーズがあって、その後に、えー、あの、ベムラーゼ首相とか出てくるね、ねボラー連邦みたいなのの、お宇宙世界山と3がありまして、その後宇宙世界山と完結編というのが流れだと思うんですけども、このね、リメイク版で、 それをやっていただけると本当に嬉しいなと最近あのジョの奇妙な冒険もストーン車まで行くみたいなことをね聞いて非常に嬉しいなと思ってるんですけども宇宙戦会もともこうやってねリメイクがどん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 続いていくとそのエネルギーになっていくのがあ楽譜とかも載ってるなそのエネルギーになってるのがこういうふうなムックというかねえー、続編をこう 書きたいぞっていう風なエネルギーが溢れた、こういう風な書籍であったり、ファンクラブなのかなと思いますよね。うわあ楽しみだなぁ。次もね、私、宇宙世界元のとの艦長の格好で、劇場の方とかイベントの方に行こうと思います。えー、男は辛いよはね、トラさんの格好で行くし、えー、ガンダムのイベントはシャーの格好で行くし、もうね、人生コスプレでございますね。うん。だから、究極極極極まったのは、私、ナイト2000を買ったっていうのがね <laughs>、最高のコスプレかなと思いますんで、えー、本当にほとんど運転しないんですけども、 持ってるだけで嬉しい <laughs>。そんなね、ナイト2戦でございました。宇宙戦艦まとも私の人生に本当に必要不可欠なね、コンテンツになっております。本当に作ってくださってありがとうございました。